楽しいキャラの戦い。これがヒロじゃん。ですよ。キラー現れたら、あ、抜けますよ。他は、楽しい、予想外の展開あるんで。もうチェイスもします。悪質キラーとは。普通に戦えるキラーだと、チェイスをして楽しみます。コンビが躍動。よし。暗くて見えない。今日どうか。未知なる力魔を成敗しなきゃいけない。まず許さねえからまず。あとつけてる。あと思うよ。もうに進めるためにはこの人たちに派手に回してもらわなきゃいけない。てるよ。待ってんじゃん。2回目もがいたこいつが悪い。こいつが悪いんだよ。もうなんだよ心の弱さは。自分が助けてもらえないから。なんだよこいつよ。ムカついてくるわこんなやつ。チームメイトとして恥ずかしいよ。自分さえ良ければいいって態度、傲慢な態度。メイトは頑張ってやってんのに。ありえねえよ、まずチームのため何も働かねえ。最近の果てにやられたら、うーん、じゃねえよ、まず。何考えてんだよ、まず。はい、やっぱりき。嵐のせいで捨て芸、捨て芸化したからもういいよ。マジでムカつくわ。なんだよ。もう普通に考えたらモレルが行くだろうよ。違うんか。それも。
我慢できずもがきやがってよ。通報するからな、まず。荒らしとくゲームできねえだろ。あ、切り替えるよ。あ、俺別に8戦目指してないし。この衣装課金衣装なんだな。やばいよ、来るよ。おい、逃がす。戦って負けることに意味があるの。やばい。ならば重い。ここ終わってない。終わってんだな、そこ唯一。俺は二人のためにやれてんだよ。あんなもう、大抵プレイヤーの感じで言ってんじゃねえか。もうプレイヤーしたしか。いらねえよ、パイプなんか。あ、助かった。あー、くそー。あー、楽しむことこそが大切だから、熱くなれる戦いをするべきだから。時間稼ぎたかったね。いいんだよ。うん、あれ、俺あのキャンプみたいなことしてないよあんまり。まあここら辺だから守り固めるかもしんないけど、離れてはいるよこの人は。うん、人な人じゃないから戦ってあげるべきだと思うよ。ほんと離れてるやつなのに、キャンプのキャンプでもね、いや、そんな、どこだ、
あれ？ここじゃなかったっけ？あれ？あれ？そんなに劣化したの？よいしょ。あー、イタチとか入れられてる。バロさんに出るかに。うちに行く。二人のために。誇りだ。絶対にあげる。旅人のために脱出してくれよ。逃げろよ。これがエース。これがヒロじゃん。デズモロエース。フェイズ方向を読み切った。そして俺が持っていたの、まさかの、ボム箱。敵を読む。そして誰よりも早く、駆け抜けるチームのために、二人のために、会い続けた男、俺がヒロじゃ！じゃあ、頑張ります！いいゲーム。キラーもフェアプレイだったよ。こういうキラーと戦った方が気持ちはいいよ。勝ち負けじゃない。心地よさだよ。勝っても負けてもね。一人だけとんでもない奴がいたけど。残しまーす。一人だけ、本当にとんでもない奴がいたけど。ジャンプをしてねえじゃねえかよ。我慢してりゃいいんだよ。漏れるみたいに。俺が、こういうのする方ね。ほんと、他の二人を生かすための全てだ。いい勝なんだ、リーダーの、これ。多分。よし、これがヒロちゃん、心地いいゲーム。やはりヒロちゃんが見せる。